警察だ。てめえ何者だ。こっち向け。これは取り調べじゃありません。鑑定に必要な質問です。まずあなたの名前は。鈴木一郎です。まあ僕もいろんなケース見てきたけど、彼はどれにも当てはまらない。もし生まれつき感情が欠落してるとしたら。奴は連続爆弾テロ事件の犯人じゃない。犯人を殺そうとしてたんだ。正義感あふれる殺人ロボット鈴木一郎としてな。彼の魂を肉体から解いてあげる。バカなことやめろ。どんな悪が死に値する基準だっていうの。善悪の基準を勝手に作って審判を下す権利なんか誰にもないわ。バン。恐るべき能力だった。私は彼を脳男と名付けたよ。脳男。